ここだったんだ。一緒にここでいきなり来るのでね、すいません。はい、皆さんどうもこんにちは。時空 TV から見ている方も、お台場 TV から見ている方も、赤坂 TV から見ている方も、そして日本全国にあるインターネットカフェ自由空間から見ている方も、その他、ユーストリームから全世界で見ている皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。チェケラチュー。いやー。はい、今日もですね、ここレックスお台場東京ベイスタジオより、公開生放送でお送りしております。はい、ですね、はい、今日も MC は私相原みやびがお送りさせていただきます。よろしくお願いします。イエイ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 。もうチャットちょっと、チャットバージョンちょっとね、すいませんね、今日ちょっとですね、あのスタートが遅れてしまいましたが、おーみんなすでに1000人超えとか、お今1063人の方が全世界で見てくださってます。本当に暇だね。あ、夏休みだしね、夏休みっていうね、はい、時間帯も土曜日なのでちょっと今日は多い感じのスタートですね。はい、今日も1時間よろしくお願いします。はい、この番組はですね、毎週ゲストさんをお呼びして、番組ゲストさんの私生活や現在の活動をどんどん紹介していただく番組になっております。先週のゲストさん、バイザラウンドさんのご紹介で、今日はゲストさん、ラージハウスサティスファクションのお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。というわけで、まずはあのお一人ずつカメラに向かって自己紹介をしていただきたいと思います。はいはい、ラージハウスサティスファクションのベース、小林健二でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてラージハウスサティスファクションのドラムの周作です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日もボーカルさんは抜きということでね。そうなんだ、はい、先週のあのバイザラウンドさんもあのボーカル抜きでお二人が遊びにいらしていただいたんですけど、今日もこの、はい、ドラムさんとベースさん、ベースとドラムさんですね、はい、で来ていただきました。よろしくお願いします。今日は、はい、というわけでですね、この番組はユーストリームというサイトを使って、はい、生放送を全世界に向けて配信しております。はい、ユーストリームに、ログインをしていただきますと、はい、チャットに参加をしていただけます。はい、はい、でリアルタイムで私たちにいろいろコメントですとかメッセージとかあの番組に参加をしていただけますので、これご覧の皆さんはぜひあの初めましての方でもどんどんチャットに参加をしていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。ぜひ今日のねゲストさん、ケンジさんと周作さんに、はい、いろいろ質問をしていただいたりとか、はい、していただきたいなと思います。はい、はい、というわけで今日いろいろ早速チャッターさん入っていただいておりますので。ヒゲさんだじゃねえよこの野郎。いろいろ書いてますね。まずじゃあご挨拶をしていただきます、はい、していきましょう。はいはい、げんこつさん、こんにちは。げんこつさん、ありがとう。いつもありがとう。いつもありがとう。あ、カルビーさんも、こんにちは。ありがとうございます。あとは、みつばじはちさんも、こんにちは。ありがとうございます。あとは、ノーシープウォールさんも入ってくれました。ノーシープウォールさん、こんにちは。はいはい、あとはミヤビーム、ミヤビーム、ミヤビーム。あとおまるボーイさん、こんにちは。はい、はい、おまるボーイ。あと忘れそうさんも、あ、こんにちは。ありがとうございます。ちょっと知ってる人ですか？いつも常連の方ですね。はい、お土産いただいたりとか、すいません、ありがとうございます皆さん。はい、あと陽平さん、陽平さんもこんにちは。ありがとうございます。こんにちは。ね、みんな。これなんか反射。あ、ちょっと下が反射してますかね、これ。残念ながら、うん、3日じゃ、すいません、天気がちょっと今日ね、お台場すごい良すぎるので、そう、ね、反射して見えないかな。まあ後でちょっと落書きされたまんまになってる。カメラあそこにね、2カメもあるので、ぜひ後で近づけてね、告知の時間にお知らせしたいと思います。はい、皆さん早速いろいろ書き込みをしてくれてます。ありがとうございます。パソコンがフリーズしました。イエーイ、ヤホー、ヒゲさんだ。うひょー、やることあるけど、ミヤビームの露出に期待して入手します。ありがとうございます。今日も肩、ちょっと出し目でじゃあ行きますね。出します？あんま出してないっす、今日。残念ながら。ここはすごい出てるんです。この下すごい出てるんですけどね。すいませんね、ちょっと太いももがね。はい、はい、あと、ツインテールエーナーと、おありがとうございます。ノリノリゲストさんだって。はい。
はい、ノリノリですか？全然乗ってますよ。ノリに乗ってますね。ノリに乗ってます。チューチューって言ってましたもんね。チュー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 って、すげえ上手。まあいいや、なんでやったか全然わかんない。あと略すとさラーサティ、いや、なんかサラサーティみたいになってますね。おお、ちょっとやめてくれよ。生理用品じゃねえか。サラサーティって。ヒゲさん自由、いいね、だって。ほうん、ラージハウスサティスサ。あ、これは、ね、固まっちゃったんじゃない。サーティスハクションさんですか。はい。ハクション大魔王好きですか。全然好きじゃないです。そうですね、世代的に。全然好きじゃないよな。世代的に残念ながらね、うちらの世代じゃなかった。丸子さんの世代だからね。丸子さん、すいません。丸子世代だからね。カビンさんがピンカラ兄弟さんかと思いましたよ。お前ん家行ってブツブツお前ブツぶたれちゃうよ、カルビーさんね、はい、皆さんこんにちはと挨拶してくれてました。 iPhone 音来てないけどオイラだけと。お、ミヤビンのツボだ。お、今ディレクターさんから世界第4位からのスタート頑張れと言ってくれてました。お、ありがとうございます。今400万番組中ぐらいの多分4位ですね。すごいですね。すごい、ありがとうございます。1000人とかすごいっすよね。でもね、すごいっすよね。さすがです、ユーストリームは。はい、はい、というわけで、あ、3位までは200人、ああと200人増えるとあの第3位になるそうなので、はいはいはい、皆さん今すぐね、ぜひいろんなね、あのなんチャンネルとか、いろんなサイトにこの URL 貼り付けてきてください。はい、視聴数を伸ばすために。ちょっとさっきのピンカル兄弟さんって言った人、はい、住所は南極ですからって言うので南極ですか、本当に。全然行ってやってもいいよ。行くぞ、怖いよ、行くぞ、本当に怖いよ。肩だな、あと200人は。だってじゃあ肩出しながら行きますかね。じゃあ俺も出しとく。あ、で出しましょう。じゃあ一緒に出しますか。ココさんという方もチャットに入ってくれました。こんにちは、ありがとうございます。はい、あとですね、今流行りのツイッターユーストリームにログインしていただいてもチャットに参加をしていただけるんですが、このツイッターからもコメント書いていただくことができます。シャープミヤビームですね。シャープ MIYABEM、 あ、じゃあ AM ミヤビーム、ミヤビーム、シャープ MIYABEAMと、ハッシュタグをつけていただくと、ツイッターの方からも、チャットに参加をしていただけますので、ぜひコメントをお寄せください。はい。早速、ツイッターの方からは、11あゆさんという方が、幼児はという死んだ。幼児は死にましたんで、よろしくお願いします。今日はこのお二人ですね。はい、モントブランク。これモンブラン。モンブラン、バンドさん、うん、モンブランっていうバンド。テキーラーって。はい、テキーラだよ。よろしく。よろしく。よろしく。モンブランさんっていうお友達さんですか？あの、そう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 、今日の、はい、夜中、クラブ251、下北沢のクラブ251っていうところで、はいはい、オールナイトパーティーがあるんですけど、オールナイトイベントが。それで DJ をやってくれる。すごい。やつです。皆さん見てくれてるんですね。うん、見るって言ってさ。モンブランさん行っちゃえだって。お、行っちゃえ、行っちゃえ、みんな。どこにだよ。いっちゃいっちゃい。どこだよ。下北ね。下北に。あ、そういう意味だ。いっちゃいってことで。俺頭悪い人みたいな。ラージハウスサティスファクション、大きな家の満足だなんて、小坂明子のあなたを聞かせて、もし、もしも私が家を建てたなら、小さな家を建てたでしょう。もうわかんないのでスルーしたいと思います。はい、あ、ココさんもよろしくお願いしますと挨拶してくれてました。音も絵もアウト。あ、げんこつさん、音も絵もアウトだって。ちょっと。何ですかね、iPhone。iPhone ではちょっと見れてないみたいですね。すいません、なんだか様子がおかしいみたい。ちょっと確認をしてみますので、げんこつさん待ってね。伝わったかな、うん、俺これ普通に写メ撮ってるだけだから、はい、おお、iPhone ね。自由ですよ、今日のゲストさん。確かに、イエーイ、イエーイ。ミトヒゲさん、肩が見ると見こしが似合う。見こし。いまだにツイッターからの書き込みに苦戦中だって。陽平さん、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。おまるボーイさん、ミヤビームの露出が足りてねえんだよ、ロックしろミヤビーと。じゃあロックしましょうか。頑張ってください。最近幽霊も世代交代しやがって、落ち武者の幽霊が減ったよな。どういうこと？どういうこと？大丈夫？どういうこと？落ち武者？落ち武者？PC では快適に見れてますよ。あ、よかったです、ね。ゲコツさん、妄想力で頑張れ。頑張れ。頑張って。頑張れ。
iPhone いいな、ね、iPhone いいよね。 iPhone、まあ、俺愛してるからね。いいですね。あ、福田さんもツイッター書き込んでくれました。みやびさんこんにちは、とこんにちは、ありがとうございます。今日ねスタジオの方に、はい、遊びに来ていただいてね。よろしくお願いします。はい、対照的なゲストさんですね。だってそうですね。あ、ヤフー洋平さんも書き込んでくれた。はい、というわけですいません、はい、もうこの時間だ、はい、結構皆さんとおしゃべりしている間に時間が結構経ってしまいましたが、今日のゲストさん、ラージハウスサティスファクションさんについて、はい、今からちょっといろいろお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、その前にですね、BGM を流しながら、いろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、ぜひその再生ボタンを押してください。はい、やっへーイエーイイエーイほら、男前ですね。男前ですね。来てますか、俺。あ、3位になったぞ。だってすごい、おーやっへー、うん、あ、クリアだった感じです、ね。ヒゲじゃねえ方もどんどんトークしてって言われてよ。あ、俺おめえの面白さ見せつけろよ。しゅさきさんも溜めてるから、ちょっと待ってて今、うん、はい、ゲスト使いました。重点を来いと言ってる。あ、音量は皆さん BGM どうでしょうか。小さかったり大きかったりしたら、あの、どんどん書き込んでいただければ、この、はい、今日のゲスト、しゅうさくさんが音量を調整してくださいます。もう今日お前、それだけの役。あ、わかった。いや、どんどん喋ってください。喋っていきましょう。はい、小さいって。あ、小さい。もうちょっと大きい。お、飛ばすこれ。もうちょいかな。うん、このもん、もうちょい、あと2ぐらい音上げて、あ、大丈夫です。おーと、曲飛ばしました。はい、これがね、僕らのおすすめしてる、まあ、モンキーという曲なんですね。お、ぜひ、じゃあ、まずですね、ラージハウスサティスファクションさん、どんなバンドさん、どんな音楽やっててとか、いろいろちょっと自己紹介をしていただきたいと思います。あ、どんな音楽やってるとか、はい、そういうの、ね、どんな系をやっててみたいな。はい、ぜひ。こういうのです。こういうのだそうです。東京最高の3ピース王道ロックバンドですね。あ、はい、3ピース ?3 ピース。3人編成、はい、?3 人の。あ、じゃあ今日お休みのボーカルさん。3MC です。3MC って何ですか？もう全員ラッパーなんです。あ、フリースタイル。フリースタイルなんです。面白い。そうですね。ちなみに嘘だから。あ、私もどういうこっちゃと思って、おー、お台場はね、カップルも多いっていうことで、はい、はい、なんだ、ちょっと今嘘つかれてる、信じかけたって。あいつらどうせ帰ってセックスするんだろ。全世界で、全世界なんで、キングですよ、そういうのはね。はい、今日お休みのボーカルさんは、なんと、この、ベースケンジさんのご兄弟、はい、そうです。弟さんだそうです。弟です。弟さんなんですって、はい、僕はお兄ちゃんです。お兄ちゃんいいですね。そういうなんか面白い感じですね。もう、みやびの声がでかすぎて BGM 聞こえんのって、あ、ごめんごめんね、ごめんごめんね。今日のゲストは自由で素敵、ね、ラップを歌いながらラップ、これはこの人はもう無視だな。お前も吹いた、ラップを歌いながらラップを吹いたことはある。僕たちとも無視だ、無視するの。ツイッターから書き込みできたら、から来週あたりお台場で見ながらチャットしたいの。お、ぜひお台場遊びに来てね。ちゃんとね、暑さもそろそろ和らいでくる頃だと思うので、はい、マジ暑い。暑いですかね、今日も猛暑日。久々のビーム、涙目が見れそうですなと。いや、そんなことないですね。何涙目って。あの、私はいつもね、そう、涙目になっちゃうみたいなんですけど。お二人は上下関係があるんですか、だって。ないです。モンブランさん、マイクが、あ、そうです。カメラ2カメもありますので、ね。はい、2人は、あ、なんですか、2人は射程関係ですか？っていう質問が来てます。友達です。友達。ボーカルとは、まあ、ケンジの、まあ、射程。そうですね。手下ですけど。感じます。お兄と手下。そう。弟は手下ですけどね。おー、本当ですか、はい、今歌ってる方が。ヒゲさん、ビーム泣かしちゃって。これは、あれですか、これマジですか、これはマジやっていいんですか。いや、それはやめてください、やめてください。怖いんで。1000人の前でおっぱい揉むっていうことができるんですけど。やめてください。私が後であのディレクターさんに怒られちゃうので。あと、今喋ってるとずっとモモ触るとかでも。変なこと言っちゃダメだ。何言ってんの。お台場のデッキを甘く見ると死ぬようだって。あ、忘れそうなんて方もたまにあのスタジオに遊びに来てくださるんですけど、今ね、もう日差しがね、大変だよね。ありがとうございます、見に来ていただいて。暑くないですか、大丈夫ですか。あ、大丈夫だ、笑顔で。はい、まあそんな感じで、こんなかっこいい感じの
音楽をやってるよということなんですけど、かっこいいんだって。前回のバイザーランドの時も言ってたけど、なんか感じ、なんかなかなかかっこいいですねみたいな。なかなかはちょっとかわいそうだな。あのちょっともう回そうかなと思って変な言葉遣いになっちゃったんですけど、はい、はい、まあライブ活動を中心にされてるということなんですけど、大体月に何本ぐらいとか、5本ぐらいですかね。5本ぐらい、はい、どの辺を中心に活動とかありますか。下北、新宿、渋谷、まあ都内全般なんですけど。なるほど。このバンドを始めたのはいつ頃からということなんですが、大体結成して今活動はどれぐらいですか。まあ、そうですね、3人になってからはまあ5年ぐらいなんですけど、まあ、3人になってからっていうのは、その前からその前はあの高校1年ぐらいの頃から2人で、はい、まあ、学校の軽音部で、あ、2人ですね。2人で軽音部、すごい気持ち悪がられてたんで、バンドメンバーいなくて2人しかいなくて、2人でちょっとみんな組んでくんなくて、パートはその時からベースとドラムですか。その時はギターボーカル、ギターボーカル、ギターボーカルとドラムだった。ドラム、うん、ベースない感じで。ベースいなかったよね。そうベースはなくて、まさかのユニット、クス野郎ばっかだったから。そうなんですね、クズしかいなかった。西東京ばっかじゃねえか、なんだろう、うん、なんかさ、なんかさ、このオマルボーイさん、オマルボーイさんすごい、ちょっとあれはね、結構グイグイグイ来るね。グイグイ来ます。オマルボーイさんは変化球でグイグイ来ます。グイグイ来る、ね、あ、ひるがさんこんにちは、皆さんただいま3位だよと、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そう、4位から3位に繰り上がりましたね。あ、視聴者さんちょっと増えてくれてましたね。銀河さんという方も入ってくれてます。こんにちは。こんにちは。ありがとう。こんにちは。あとはナガちゃん、ナガちゃんさん、ナガちゃんさんという方も入ってくれてます。こんにちは。こんにちは。どんどん書き込んでください。はい、というわけで、まあ、じゃあすいません、戻しましょうね、はいはいはい、ラージハウスサティスファクションさんって、はい、これ名前の由来とかは何かあるんですか。ないです。ないです。ないです。え、そんなもんはない。そんなもんはない。あ、本当はないそうです。嘘です。嘘です。あ、なんだ、はい、大きい家、ね、家に、家満足って直訳するとなっちゃうんですけど、はい、へー、大きい家、はい、満足で、あだ名なんですよ、全部。へ、僕が、はい、あのハウスって呼ばれてて、なんでですか。でこいつが、はい、あのラージって呼ばれてて、でうちのことがサティスって言われてたんで、おちょっとじゃああだ名全部つなげてみようかな。すごい、全部でもそれでかっこいいバンド名になってるじゃないですか。全部嘘ですけど。なんだー、全部嘘です。もう今日は怖いですね。まあ実は真面目な学生だったんですね、ヒゲちゃんハウスという風に書いてくれます。ああ、高校は行ってました。この際ハウスミュージックも取り入れようって。オマルボイさん、オマルボイさん、ハウス大好きだよね、結構 ね、うん、ね、ハウスは大好きだね、うん、あ、うん、本当ですか、うん、じゃあぜひハウスばっかり聞いてる、ね、取り入れて見てください。本当今日自由人でちょっと 困りますね、困りつつ頑張りますよ。はい、はい、ケンジ後ろ、何ヒロスフルさんという方も書き込んでくれます。ケンジ、俺やでだって。もう無視していいですこれ。どうだったですか。え、もう、あ、無視していいです。あ、わかりました。知らない人、うん、あ、わかりました。じゃあね、まあ、無視しますよ。福田さん、弟さんは今日なぜ来ていないんですかと。ちょっとそれはあれです。あ、さっき言ったじゃん、死んだって。そんなことないじゃないですか。元気に生きてるわ。元気にね、歌ってますよ、今日も。多分家でタバコ吸ってます。え、先週出て、で、お電話出ていただいたのは、あ、うちの弟。弟さん、そうそう、はい、ボーカルさんだったそうなんですが、レトルトカレーは、ハウス食品のクレカレーだけにしなさい。マルボーイガツガツしてるな。マルボーイさん、今日ガツガツですね。いいですよ、いい感じです。え、毎週登場するの。あ、割と結構いつも来てくださいますね。はい。ね、ありがとうね、いつも本当に。今日はもう一言も触れなくなるからな。もうこれは挑戦ですよ。ちょっと挑戦が出ましたけど。何もケンジって呼んでいいですか。別にいいけど。くどきに入りましたよ。カルビーさんはね。はい。まあそんな感じでやってる。ラージハウスサティスファクション、ちょっと適当ですか。いや、本気ですよ。本気ですよ。これ全部打ち合わせ通りにもことは進めますから。昨日、
あのわざわざアメブロの方にですね、私のブログの方に今日はよろしくお願いしますってメッセージをいただいてたので、あ、すごいご丁寧な、なかなかあんまりないんですそういう風に言ってくださる方が、なんでサングラスを今かけたんですか映った時に面白いじゃんやっぱ俺、まあ、俺はやっぱロックンロールなんだ。やべえ、田中さんになっちゃった。うん、やっぱ今日ロックしに来たんだよな、ね、昨日そのね、ご丁寧なメッセージをいただいたからあ、今日のゲストさんはいい方なんだと思って私すごい安心して今日来たわけですよ。結構自由でねまあ今日ロックするんでね、8月21日そうですね、今日はあの、オールナイトイベントということでね、気合を入れて挑んでいただきたいと思います。それは挑戦状だったんでしょ、だっておそれはロックだぜ、目だけグラサンかけると何フォーム族だね、フォーク族、あ、フォークだ、ちょっとよくわかんねえな間違えたの、間違えましたね、残念ながらチャットの悲しいさがですよね、打ち間違えちゃうとね、そうフォークね修作さん全然喋ってないじゃないですか、さっき裏であの喋ってた、俺ちょっとあんま喋りすぎちゃった席交代する、いや、いいんじゃないですか、席交代します、大丈夫ですか、大丈夫だはい、どんどん喋ってくれどんどん、あ、最近あったで、最近あった面白い話はという、まあこのゲストメモにですね あるんですけど、これちょっとじゃあ話していただけますかいや、そんな面白くないんだけど面白いって言われちゃうとね、なんか話長くなるしさ、ね、ハードル、そうですね、いや昨日、はい、あの六本木に夜中行って、はい、初音ミクさんを作った、初音ミクさん、初音ミクを作った、はい、人たちの、はい、なんか集いみたいな、集い、うん、トークショーみたいなところに遊びに行って、はい、なんか意外ですよね、その初音ミクさんも好きなんですか、全然普通、よくわかんない、あ、むしろそんなでもないけど、髪の毛なんか青い感じの子でしょ、はい、そうです、そうです、そうですね、はい、だからその作った人たちと、はい、お客さんの中でミュージシャンの人がいて、あ、その人がいきなりこう、口論しだしちゃって、はい、でそれが面白くて見てたら終電なくなっちゃって、あ、でも朝まで飲んでたんだよね、今日は、今日はあの朝7時まで7時まで一緒にね、六本木で飲んでから来てくださったということで、ちゃんとあ、すげえかいつまんで話してくれましたね、うん、時間的に気にしてくれた感じですか、うん、おいらが席変わる、今が一番おもろいだって、今が一番おもろい、ちょっとよくわかんないこいつがよくわかんないこと言うな、この忘れそうさん、忘れそうさん、そうですか、あ、ちょっと今日な、結構挑戦的です、さっき楽屋では全然こんな、なんかこんな挑戦的な人じゃなかったのに、本番になったら急に変なスイッチ入りましたよね、カメラ回っちゃうと、カメラ回っちゃうとね、入っちゃうよな、ド S キャラですかね、シャイ、あ、シャイ、あ、逆にね、逆に初めてだったさ、ちょっとね、もう変えようかなそんな友達んちとかじゃないんですから、いいですよ、俺あの曲好きだから、もう一回聴き出してみよう、 ECM だからいいんですよ、別に全然まんまんまん聞きたいちゃんと朝までヘッドバンしてくれるのかい、だっておまるボーイさん、なんむしろつっただろいや、私は全然恨みがないの で拾ってあげたい、できればっていうね、はい、ド M のビームちゃんとはバッチリ合うね、ド M のビービちゃんとはバッチリ合うね、いじめろってことか、なかなかド M 扱いされるので、洋平さんがここに来るゲストは裏と PC の前でキャラ代わりするねと、割と皆さん先週のゲストさんとかも楽屋では結構ナチュラルに話してくださってたのに、うん、本番始まるとあんまりまあ、なんだっけ、しげしサトシさん、サトシさんの方が、そう、アンテさん、サトシさん、アンテさんがあんまり喋らなくなっちゃって、アンテ飲まないと喋んない、あ、そうなんですね、そう、もうみんな結構シャイなのかしらね、はい、というわけで、ね、まあ、ラージハウスサティスファクションさんについてちょっといろいろ聞きたかったんですけど、いろいろ聞くと、いろいろ聞くとちょっとお隣のケンジさんがですね、ちょっと暴走しそうで怖いので、早速、もう次のコーナーに。マジで
いっちゃいますよ。よろしくお願いします。いっちゃうかと思います。はい。はい、というわけで、ここで恒例のコーナーに行きたいと思います。はい、なんでしょう。はい、真剣勝負、真剣戦です。ミアビーム。低音だな。はい、というわけで、毎週ですね毎週、私相原みやびと、ゲストさんでですね、このトランプを使って神経衰弱で勝負をしていきたいと思います。はい、負けた人は勝った人のブログに変顔を晒すという罰ゲームが待ち構えておりますので。マジかいつもサングラス取ったの？本当だ、いつの間に気づかなかったぞ。というわけで、今日ガチンコなんで、はい、ガチンコ勝負でいきたいと思います。やっちゃうよ。ちょっとそれ、イカ様とかしてないですか？これもうガチで、イカ様なしのガチンコ勝負なんで、はい、もう本当に、あ、これよく切ってなかったかも。まあいいや。いいの？大丈夫、大丈夫、はい、大丈夫だよ。あ、見えちゃった。はい、今イカ様したの今イカ様しただろ。びっくりしたよ。イカ様してないですよ。してないよ。イカ様なんてしたことないよ、人生で。はい。はい。本当だよ。はい。はい、そんな悪さしたことないです。というわけで、早速いきたいと思います。はい。ケンジさん、今日の罰ゲーム決めちゃってと、これで見に負けたら松平までの恥。今日神経衰弱で負けたらひげ剃るからな。だっておいおい、ちょっとやばいって、俺じゃないの俺しかいないだろ。ひげ剃りますか？ひげ剃るとちっちゃくなるって言われるから大きく見せたい。わかんない、だって口ちっちゃいってすげえ言われるから私嫌なんだよね。そうですか。みみちゃん負けたらひげ伸ばせ。あ、わかりました。私がじゃあひげ伸ばします。ありがとう、ミヤビームの真似で体温が1度上がったぜ。ロックだぜ。はい、というわけでいきたいと思います。先攻後攻どちらがよろしいですか？え、全然高校でしょ普通。そうなんですよって思うんですけど、割とみんな先行選ぶんですよ。頭おかしいんじゃねえの？ね、はい、またじゃあ私先行いきたいと思います。 10!11! まあこんなもんです。はい、どうぞ、続々どうぞ。1 12。はいはい、いきます。10。はい、これ違う違う、こっちこっち、よし。10。ちょっとね、すごい怖い目で見られました。ヒゲって書かれてますね。A1 さんという方がヒゲって書かれてます。あ、12 11。うー、ダメー。ちょっと、先制攻撃です。お、12。はい、やりました。お、選んでいい。はい、7 8。はいはい、はい、ダメダメ。2。あ、最初はこんなもんですよね。ビームちゃん怖がってる、めっちゃ怖がってますよ。もう5。全然もう覚えてない。こうやってやった、やってない。あ、7。あれ、7出ました。どっかいたよね大丈夫、うそ。あ、1。全然違った。3。あれ、3も出ましたよね、どっか。あ、3も、どこだっけ、わかんないここさ、2。2ってどこだっけ2出た、全然ね、みんな、オラに力を分けてくれあ、もう、あの、力を与えてくれないそうなので。あ、マジで。続々どうぞ。もう行くわ。どこだっけ。じゃあ、これ。はい、はい、はい、ダメ。3ってどこでしたっけ。あ、待って、8。全然違った、さっきめくってたよ。やばい、1。あ、全然ダメだ、やばい。全然覚えてないんだけど。 AC ヒゲ DC だって、な、何のこと。とか、あー、すごい、11。もう来た。あ、あ、3。そこだって。あ、3。さっしゃー。これはモントランさんがいろいろ書いてくれてました。暴走行為、自宅最高、周りさんのみでさ、何言ってんの、これ、ゲン誰ですかね。ラスベルさん、アロマ、あ、もう続々どうぞどうぞ。2。
まだわかんないですよね。全然わかんない。5! はーい、残念。これに？これに？ 8! 何回もめくってるよ。これ 8? これ 8? いや、違うと思う。これ8です。違うし。あ、全然違った！マジで？ここなんだっけ？それ2だったんだよ、確かに。はい、ああ、ベンベロベンベンベン。もうなんだ今日絶対ダメだ。三どうだっけ？あ、で三わかるの。三わかる。三わかる。で三取ったよ。三ね、2ペアあるんですよ。マジ？うん。そこじゃあれ違った。お。あ。でも圧勝だね。まあもう勝ちでしょ。8? だってこれ、お前さっきも言ったじゃん。え、ほんとに？だってこれ5回ぐらいの同じところ。あれ ?9? あれ、ほんと？びっくりするぐらい頭がいかれてるんだけど、大丈夫です。あれ ?9! こっち？そう、そっち。だって、はい、いいな、頭脳が2つあって。5! 3! あれ？はい。私、ずっとこれ3だと思ってた。じゃあ3来た3イエーイ。5、はい、7、はい、もうダメだこれ負けたわ。ダメだ。7どうしよう。はい、7 7で8、1あれほら8出してないな。そっちそっちだな。うわっうぅぅぅでけえ。はい、5 8 8。はい、というわけで勝負終了。負けたら悪魔の招待状を送るからな。 ACDC だけに今日丸坊さんが、はい、はい、はい、いただきました。はい、というわけで、持ちペア数を数えてみたいと思います。はい、ワン、さあ、せーの、ワン、せーの、スウィー、上げてくんないこれ。おお、ファイブ、シックス、セブン、ラジハウスサティスファクション。というわけで、今日の勝負はラジハウスサティスファクションさんの勝利。勝利でした。よっしゃ。負けたわ。あの、そしたら、はい、ブログに、僕らブログ3つやってるんで、はい、その3つのブログに、あの、おっぱいの写真載ってる。いや、じゃあ、パイオツはちょっと、パイオツはちょっと、まあ、どれかに、じゃあ、出てるかもしれないから、みんなそれ、熱望してるだろ。チェック見してください。まあ、で、出てるといいね、ということでね。はい。はい、久々の負け。妙なノリがいい、なんて。はい、というわけで、皆さん、3つブログやってるんですか？1人ずつブログをやってるということで、皆さんね、ぜひあの相原みやびの変顔が載ると思いますので、皆さんぜひ皆さんブログをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。ビムちゃん、3種類の変顔、3種類の変顔ですか？いや、全然それでも1種類でいいですか？いや、それは、うん、あのビムちゃんがこうみんなに対してどう思ってるかによって変わってくるんだよな。あ、本当ですか？もう1種類で一緒みたいなのか、いや、私マジ気合入ってるから3種類です。あ、1種類でいいですよね、みんなね。嫌です。いいって楽曲、あ、忘れそうなのが、楽曲の PR してって言ってくれてます。はい、ちなみに今どういう CD を、どの曲をかけてるか。はい、じゃあちょっと一番 PR する曲にしようか。また変えんだ。お前すごいな、お前マジで。あのね、これやっぱ2番目のモンキーっていう曲がね、でシングルでも出してる。お、そうなんですね。ちなみに今日はこれは何をお持ちいただきましたか？これは、はい、今発売中の、はい、発売中の、はい、ワンという、まあ1枚目なんでワンというアルバムなんですけど、はい、何曲入りの、これ9曲入りで、9曲入りのアルバムで税込み2000円です。お、はい、これはちなみにどちらで買えるのでしょうか？これはどこでも買えると思います。はい、というわけで皆さん2曲目のモンキー、はい、あのこのサングラスの主作さんの一押しだそうなので、一押し。全然なんかこれ映ってない、大丈夫かな？大丈夫です。はい、
い、というわけでミヤリームお腹に顔を描いて変顔にしようぜだって、あ、お腹いいですね、腹毛でも。ブログはアメーバでしたねと洋平さんが言ってます。アメーバ、アメブロ、僕らもアメブロです。だそうなので、はい、モンキーパッチ先生も聞いてるはずだと、モルボルさんルパンね、うん、聞いてるでしょうね、多分、はい、結局すごいね、だって、うん、ね、なかなかボリュームのある CD なので、皆さんぜひ聞いてください。はい、お願いします、はい、というわけで、ここでなんですけれども、うん、毎週、この番組はですね、いらしていただいたゲストさんに次週のゲストさんをお友達で呼んでいただいております。今日は、先週のゲスト、バイザラウンドさんのご紹介で、ラージハウスサティスファクションさんに来ていただいたわけなんですけれども、来週のゲストさんをご紹介していただけますでしょうか。はい、はい、来週のゲストは、はい、ザ・マンマルズで、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、呼んでいただけますか。じゃあ、はい、ここで今、生電話で早速お電話をしていただきたいと思います、はい、見てくれてるのかな、マンマルズ。見てなかったら違う人にします。そうだね。お、はい、あ、かなりタイムラグが出てるよう。そうなんですよね。ダイちゃん出ない。もう何回も負けてるのでね、変顔1個でいいって、優しい。テレホン貯金来た。これ音楽ってできます？やってますもん。ああ、もしもし。さすが元気、 iPhone 元気だよ。あのね、うん、はい、ちょっと今さ、俺たち京都に、あ、京都にいんの。京都に、うん、今日ライブなんだよ。わー、今ツアー中だもんね。そう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 、うん、おー、なのでライブでね。まあですか。リハ終わったところでさ。あ、よかった、お疲れ様です。すいません、お忙しい中。ヒロシが静止画をずっと見てて、うん、うん、ケンジが耐え難いって。な、な、何の静止画を見てたんですかね。ちょっと死ねって言っといたよ。うまいよ。いや、ジョージこれ入ってんだよ。一日で伸びねえ。いつものあの画面の衣装は、え、なになに、ラメの衣装、ラメの衣装じゃないか。バカか。すごい。じゃあ、もうもうみんなお前らは出さねえ。お、切った。本当に切った。出るということで、まあ、出る、はい、出ると出ていただけるということで、まあ、今日今お話ししていただいた方はもう一度お名前をお願いします。ザ・マンマルズ、はい、のドラムのヒロ君、うん、ヒロ君、はい、来週来てくださるそうで、はい、大丈夫ですかね、本当に。大丈夫だと思います。じゃあゲスト確保できました、はい、ありがとうございます、はい、来週お待ちしてます。何の選手が見てたんですかね。 iPhone ですか、うん、ヒロ君さん。ヒロ君は、あ、ヒロ君は iPhone じゃないけど、iPhone じゃない。そのもう一人いるペロシっていう人が、はい、ペロシが iPhone、 iPhone、 あ、じゃあそれで見てたんですかね、 うちらの画像をね。あ、音を上げていただいてありがとうございます。さすができる方です、ね、はい、ございます。はい、テレフォンショッキング来た。おお、ギターサウンドが止まらん。京都にいるなら夜は丸山公園のトイレに行ってみなさい。おまるボーイさんが幽霊出るからって言ってらしいよ。ください、行ってみて。もう皆さんもちょっと行ってみてください。京都の人とか見てんのかな。結構この放送はあの日本全国で結構地方の方も見ていただいているので、ああ、で京都の人は、うん、じゃあ今日マンマルズは、あ、ぜひライブを、うん、そうね、見に行ってみてください。マンマルズ、はい、マンマルズ、俺らよりよりちょっとかっこ悪い。俺らの方がかっこいいから、あんまりちょっとかっこいい。俺らの方がちょっと上かな。マンマルズ俺らちょっと下なんで、両方かっこいいけどラージハウスサティスファクションさんの方がちょっと上。そうですね、っていうことなので、総合力も全然違うし、まあ否めないですよね。そこら辺は評論家みたいな、ね、大丈夫ですか、うん、本当ですか、否、はい、んじゃうよね、否んちゃいますね。次回全世界配信中ですよ。自由空間は無敵だよね。自由空間ね、自由空間無敵ですよ、うん、来週もあのその調子でミヤビーム攻めてくださいよ。だってちょっとあの来週も来るか、じゃあ、じゃあ来てい、マンマルズと一緒に、うん、俺来ちゃうよ本当に。全然あの、はい、ちょっと怖いな、うん、怖いので、うん、まあ、ご遠慮していただきたいところではあるんですけど、はい、まあでもそう言っていただけるのはね嬉しいですよ。はい、まあいいや、来週もじゃあお待ちしてます、はい、なんでそんな不満そうなんですか。はい、というわけでね、来週の
ゲストマンマルズさんに来ていただきます、はい、皆さんもぜひ来週お楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。忘れそうさんが来週は外から吠えてって、あのスタジオの外から見てって。これ外の音って聞こえ入ってきたりするんですか？外音はあんまり聞こえないんですけど。外からツイートしてって。あ、ツイートしてくださっても、まあ、外じゃなくていいっしょそれ。なんか入れてくれないかもしれない。あ、そうね、まあ、デキン的なですね、うん、はい。というわけで、ここでちょっと番組の方からお知らせを挟ませていただきたいと思います。はい、先ほど書いていただいた通り、自由空間からも、この番組を見ていただくことができております。でですね、私相原みやびと申します。相原みやびちゃんです。私この毎週土曜日のお昼の3時から4時にこのデックスお台場東京ベイスタジオで、公開生放送でこの相原みやびのミヤビームパラダイスを、放送させていただいております。まあ、毎週ゲストさんをお呼びしてるんですが、ゲストさんによっていろんな感じにね、あの危ない感じだったり今日みたいなね、ちょっとさ、はい、心なしか距離が離れてる。最初よりも、ね、あっちで話してた方が全然話しやすい人だったのに、距離感が、ね、なんかすごい今溝が開いちゃったね。すごいなんかね、怖いオーラが出てるので、結構みんなにやっみんなやってほしいですよ、なんかそういうこと。こんなってみんなおっぱいとか物しいんだろ。そんなことないですよ。ね、そう今日みたいな危ないゲストさんがいたり、あの女の子の可愛いゲストさんがいたりですね、毎週違う感じでやってますので、はい、ぜひ毎週見てください。よろしくお願いします。お願いします。おお、ありがとうございます。はい、あとですね、私雷調査隊という番組もやっております。毎週水曜日お昼の1時から2時に、三条雷調査隊、そして毎週金曜夜7時から8時に雷調査隊デラックスという番組をやっております。こちらの方では、東京のいろんな人、食、歴史、文化を調査して全世界に報告するという番組になっておりますので、そちらの方もぜひ皆さんチャットで参加をしていただいたり、私たちに調査依頼を出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、あとですね、さっきブログのアメブロの話になりましたが、はい、相原みやびのミヤビームというブログを私もやっております。そちらの方ぜひ音でっかくしていいんじゃねえかみたいな言われましたけど、はい、ブログもぜひ見ていただきたいのと、あと今のツイッターですね、みやび相原で検索していただくと、ツイートしておりますので、ぜひ皆さんフォローしてください。お願いします。はい、お、マーマルズ見るよってモンブランさんも書き込んでくれました。見ていいでしょう、モンブランさん。モンブランさんもぜひお待ちしておりますのでね。はい、すいません。というわけで、お知らせ挟ませていただきましたが、番組もお知らせ、あ、じゃ、おしまいに、お知らせじゃない、おしまいに近づいてきてるので、最後に、ぜひ、近々のライブ予定とか、ラジハウスサティスファクションさんからの告知もしていただきたいんですが、じゃあ、そこはちょっと田中先生から。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。まず、はい、本日ですね、8月の21日、はい、夜の11時半から、うん、下北沢、クラブ251、はい、さあこちらで僕らのイベント真夜中の世代交代ボリューム6、うん、さあこれやります。まあ、今回この、まあ、僕ら以外でね、バンドスーパーノヴァ超新星、うん、トモゲーハのバンド、すげえかっこいいバンド出るから、うん、マジこれみんな来ないと本当損すると思いますよ。今日だけどね、もう今日の夜中なんで。今日の夜中、はい、そうだから多分下北あたりにいる人たちはだからもう来ればいいと思う、はい、いいと思います。チャージも安くしてるんで、遊びに来やすいかなと思いますんで、はい、ぜひぜひぜひ。何バンドさん出るって言いましたっけ。3バンドと、はい、バンドは3バンドで、あと DJ とか、お、はい、オールナイトで楽しめるイベントなので、皆さんぜひ下北沢、お近くの方はもうそうでない方もいらしてください。多分すげえ大変だよな。観光の方がですね、今多いですね。うん、めっちゃみんな日傘してる。ね、暑いからね。おお、お台場、あ、お台場ちゃん、おまるボーイさんが詳細はここを見るかと URL を出してくれました。ありがとうございます。ちょっとなんかあれだな。友達になったな。いい人だよ。ね、ね、いい人なんだよね。ほう下北か青森まで遠いぜ。そうだね。あ、ちょっと駅に距離が、うん、ね、離れました。残念ながら。カルビーさん、視聴中の1062人全員で見に行こうぜ。こいつ来ないでしょ、このカルビーってやつ。絶対カルビーさん絶対ほんと来いわ。来てください。1000人来ちゃうよ。フォローなんとか、あ、外国の方ですかね、うん、はい、あと、あ、じゃあ
今日以外にもあの決まってるライブのスケジュールとかはあります？はい、あります。まあホームページの方で確認していただけたらなと思うんで、結構いっぱい入ってるんで。ね、ちょっと正直全部言うのはちょっとだるい自分で調べてくださいというね、はい、自分で調べてください、ね、はい、てめえで調べろということでさすがにね、はい、あともう一度こちらの今日お持ちいただいた CD、ラージハウスサティスファクションさんの1枚目のアルバム、はい、よろしくよろしくやお2000円ねやおろぞ吠えてますけど、はい、2000円でこれもいろんなところでちゃんとゲットできるということなので皆さんぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、ニョキびっくりした。お味もお願いします。ニョキ来ましたよ。お願いします。はい、もちろんこちらはい、見切れたのに完全に余計って言ってるのに見切れてました。結構しか顔が顔が映ってないと顔が。次の番組です、はい、この後の番組のウキウキアーティストデラックスより宇田わすかと小瀬こいちさんです。お邪魔してます。ふぅ、あ、ここ出た。ハクホクパワーの戦士たちドラゴンボール乗りたい、ドラゴンボール出た、乗りたいけどこの後番組があるので、はい、チャットの方ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ニョキニョキのミカちゃんと高瀬光一さんでした。ニョキ今のもう2人のね、やっぱ2人はあれなんですね、さすが息が合ってますねドラゴンボールにはちょっとびっくりしましたけど、はい、というわけですいません、もうあの番組もあと1分ほどで終了してしまいます、はい、今日はあのラージハウスサティスファクションの2人、はい、どうでした、どうでしたか、はい、いやもう楽しかったですね。楽しんでいただけましたでしょうかそう、もう自由だな、もうお疲れ様でしたキャラ濃い、はい、クワガタのマネタイム、時代は今ニョキだよなんだってはい、というわけでちょっと今日はね自由なゲストさんでもうハラハラしながらの50分でしたけれども、はい、楽しんでいただけましたか。いや楽しかった、楽しかった。また1曲目に曲戻して最後の最後なのにストレス発散になりました、まあね、やめてください。なんで私そんなストレス発散、まあね、はい、嬉しいです。今日はスッキリしていただけたということで、スッキリということでね、ありがとうございました、はい、はい、というわけで来週はまんまるずさんいらしていただきます。ぜひ皆さん来週もご覧ください、はい、というわけで、ラージハウスサティスファクションさんと相原みやびがお送りいたしました。また来週です。ありがとうございました。